こんにちは、ゆこです。本日はお尻の高さを出すトレーニングを行っていきます。今日もゆこさんのスタジオ、長崎市城山町にありますライフスタイルクラブからお伝えします。ゆこさん、美尻トレーニング、今日はどこでしょうか？はい、今日はお尻の高さを出す中臀筋というところを中心にお尻トレーニングやっていきます。お願いします。はい、ではまずヨガマットに横になりましょう。横になる時ですが、自分で腕枕してください。あ、ダメなんですか？そうなんです。テレビを見たままやりたいと思いますが、うん、こうやってテレビは見ていただければと。お、あ、はい、でもこれもなんか楽。はい、はい、そして膝ですね、前に出したくなると思うんですが、これも後ろです。後ろ、はい、骨盤と同じラインに膝を置いてあげてください。はい、はい、その後かかとなんですけれども、かかとを10センチアップします。はい、よいしょ。おい、はい、そうです、はい、そうするとね、ちょっとグラグラしちゃうかと思うんですけれども、はいはい、グラグラしない位置を探してあげてください。はい、そしてお尻、まあ、筋肉っていうのは触ると感じやすくなります。なので今日はちょっと上側、お尻の上側をご自身で触ってあげてください。はい、はい、そのまま膝とかかとの位置は変えずに膝を開いていきます。はい、右膝を、はい、開きます。はい、この時ね、ちょっと離れたくなるんですけど、しっかりつけてます。はい、離れないように、はい、しましょう。はい、そして自分が思うよりもう1センチ2センチ膝を開いて、はい、しっかりとこの硬くなるお尻を感じてください。ちょっとゆこさん、これ、はい、あのグッと開けたら、はい、この骨盤が痛いんですけど、はい、それはですね、ちゃんと効いている証拠です。後ろにするとこの股関節前側としっかり後ろが使われますので、これでお尻の高さが出ていきます。はい、これをぜひ一緒に夏木さん10回でやっていきましょう。開いてさらに1センチクッ、これが大事です。あ、でも確かに触ってると、そうです、お尻の上のところがグッて力が入ってます。はい、素晴らしい感覚です。おお、しかしこのグッて開くと股関節が痛いですね。はい、ピキピキきます。はい、ちょっとそれストレッチ必要かもしれないので、なんかちゃんとやりたいんですけど、はい、皆さん痛いのにやるのはまたね、ちょっと気をつけないといけませんが、あのフォーム守ってね、お尻を感じていればそれは正解になります。はい、無理なく皆さんも行いましょう。はい、無理なく行ってください。もちろん今右足開いてますが、反対向きで左足も同じ回数行ってください。はい、え、何回ですか？10回10回やっていけたらいいなと思いますが、今回もあの前と同じでですね、はい、フォームが大事です。フォームか。はい、あの回数よりも上手にこの動きができてるかを追求してあげてください。はい、かなり効いてますよ。はい、これでお尻の高さが出てきますよ、夏木さん。ということはですよ、はい、ゆこさん、はい、最近たるみが気になるお尻、はい、これがキュッと上がります。うわ、ありがとうございます、はい、皆さんもね、あのお風呂とかで目立つお尻を作っていきましょうそうですね、はい、一緒に行っていきましょう。行っていきましょう。今日もありがとうございました。ありがとうございました。